クイクイル湖は、メキシコ盆地南西部にある先湖天気の遺跡。最盛期には、テオティワ間をしのぐメキシコ盆地最大の都市だったが、度重なる火山の噴火によって放棄された。多数の神殿ピラミッドがあり、特に4層の円形ピラミッドがよく知られる。先古天気のメキシコ盆地は、テオティワ間の変年で、サカテンコ期、ティコマン期、パトラチケ期、ザクワリ期に区分される。 クイクイル湖は、紀元前800年頃の坂天古期に定住が始まり、円形ピラミッドもこの頃に建造が始まった。ピラミッドは、その後4回にわたって増改築が行われた。円形ピラミッドの高さは20メートル、直径は約80メートルだった。パトラチケ期に、テオィワ館では、まだ大規模建築が存在していなかったが、クイクイル湖は、 最大面積4平方キロメートル2万人以上の人口を要していた。西暦70年頃にポポカテペトル山が大噴火し、これによってメキシコ盆地南部は壊滅的な被害を被った。噴火の影響もあってクイクイルコは衰退していき、代わってテオティワンがメキシコ盆地最大の都市に急成長した。またトラランカレカやチョルーラの人口も増加した。 その後150年頃には、チチナウチン275年頃に、シトレ火山が噴火し、クイクイル湖は一層衰退した。特に、シトレ火山の噴火によって5メートルから8メートルに、達する大量の溶岩がクイクイル湖に流れ込んだ。クイクイル湖では後に、ウェウェィオトルと呼ばれる神やトウモロコシの神を、崇拝するための土器や土偶の湿度が目立つ。ありがとうございます。